ディーンロールはアメリカ合衆国のプロレスラーでシャークボーイのリングネームで WCW ティネで活動していた1995年10月にロールは12歳の時にレッサッチャーの下でトレーニングを開始する1997年5月3日にサッチャーのハートランドレスリングアソシエーションでマスクマンのエルピラニアのリングネームでデビューその後インディペンデントレスリングアソシエーションに デビュー1995年の曲である、アイカム・フロム・ザ・ウォーターのカートゥーンのキャラクター、シャーク・ボーイに扮するようになる。1998年になると、シャーク・ボーイのキャラを活かしてメディアに露出するようになり、1999年には、シャーク・ボーイを商標登録している。1999年5月に、オハイオ州シンシナティで行われた。 セカンドアニアルブライアン・ピルマンメモリアル賞のトーナメントでマットストライカー、テリック・ザ・グレード、チップ・フェアウェイを破り優勝している。同年に WCW と契約しており、WCW サタデー・ナイトや、WCW サンダーに何回か登場するように、なるが2000年はじめにリリースされている。2002年2月には w i ノ p p v レボリューションに登場。 11月にはヨーロッパのツアーに参加、12月には PPV のレトリビューションに登場している。同じ時期にエクストリームプロレスリングのツアーにも参加している。2002年にティネに登場するようになり、2003年にはニュージャックとタックを組んだり、ジャックの解雇後はマッドマイキーと組むが11月にマイキーが死去したことによりタックは解消。 ティネから一時的に姿を消すようになる。8年にストーンコールドスティーブ・オースチン・ギミックで復帰し、カレーマンとタッグを組むようになり、コメディ路線で活動するようになる。5月にカズと対戦するが負け、負傷もしてしまっている。7月上旬にバックステージに復帰し、それ以降はバックステージの登場が多くなった。その後再びテレビから消えている。また、この頃には、 ストーンコールドのギミックはなくなっていた。2010年2月に復帰、ブルータス・マグナスとスカッシュマッチをしている。しかし、インフルエンザの症状が見られたために8月の復帰まで、テレビから姿を消している。復帰して、シーク・アブドゥル・バシリ、コンスケンスズ・クリードと対戦するが負けている。クリードとの試合を最後に10月中旬にティネのウェブサイトからプロフィールが消され、解雇されている。 解雇されるまでには、ロードエージェントやレフェリーをしていた。解雇されたが12月のフィナールレゾリューションで復帰、ロビー・イーと J リーサルのティネ、X ディビジョン王座をかけた試合でクッキーを刑事に入れるために登場しており、試合後にはクッキーに、チュマーを喰らわし、オースチンギミックを復活させた。PPV 後には、ロビー・イーとシングルマッチで対戦している。 2011年3月に自身がティネにリリースを要求し、要求が認められリリースされている。7月の PPV デスティネーション X にスポット参戦している。2013年5月23日収録のティネインパクトレスリングにサプライズ登場。ストーンコールドシャークボーイ時代シャークボーイ時代、ありがとうございます。